やっぱり不思議だ。このタツキって人、本来死ぬはずじゃなかったのに、なぜかもうこっちの世界に来ている。一体何があったんだろう。こんばん、花子さん。私は時の番人。過去や未来に飛べる時の門の番人をしているんだ。気軽に時ちゃんって呼んでくれて構わないよ。番人業務の他に、この世界の死者のデータを全てまとめたカルテを持っているんだ。でもね、その中に不思議なページを見つけてしまった。タツキという男性についてまとめてある部分なんだけど、彼は本来80歳まで生きるはずだった。それなのに、21歳ですでにこの世に来てしまっているんだ。しかも、死因の部分が塗りつぶされたように真っ黒になってる。たまにこういうことはあるけど、今回は一体どんな理由があるんだろう。どうしても気になった私は、実際にタツキに会いに行くことにした。あ、いた。君がタツキだね。お前は？私は時の番人。君に質問があってここに来たんだ。ねえ、君はなんで死んじゃったの？いきなりそんなこと聞くやつがいるか？ふふふ、ここにいたね。変なやつ。でもまあ、教えてやるよ。俺は呪われてしまったんだ。カンカンダラに。カンカンダラ？ああ、有名な怖い話に出てくる化け物だ。そんな奴現実にはいないと思って肝試しに行ったのに、結局このざまさ。タツキは悔しそうにそう証言した。ふむふむ、怪異によって殺されたから死因がはっきりわからず黒塗りになっていたのか。タツキが肝試しにさえ行かなければ、カンカンダラに遭遇することもなく生きられていたわけだね。君が死んでしまった理由がわかったよ。ありがとう。じゃあ私、早速カンカンダラの調査に行ってくるね。は？なんで？完璧なデータが記載されるはずのカルテに黒塗り部分があると美しくないからね。今後もタツキのような人が現れないように対処法を考えたいんだ。お前、時の番人なんだよな。俺が殺される前の過去に飛ぶのか？ううん、君が死ぬのは変えられないから、今回は現在の人間界に行くだけ。どうして？俺も連れて行ってくれ。でも意味ないんじゃない？私が普段死者を連れて過去に飛ぶのは、死者の未練を晴らしてあげるため。今回行くのは過去でもないし、君の未練がなくなるわけでもないんだ。いや、俺はあの化け物に一泡吹かせてやりたい。死んだ身ならもう怖くねえだろ。一発ぶん殴れば気も済む。過去を変えるわけでもないんだから別にいいだろ。私は一瞬考えた。でも確かにタツキを連れて行くのは私にとっても都合がいい。どうやればカンカンダラに会えるのか知っている人間なわけだしね。うん、それじゃあ行こうか。すげえ、まるで生き返ったみたいだ。人間界に行くならその姿の方がいいしね。周りの人間からも普通の人間のように見えているよ。お前の魔法か？まあそんな感じ。すげえ、魔法なんて力があるならカンカンダラも怖くねえな。殺された怪異に会いに行くっていうのに気楽なものだね。ま、そのくらい堂々としてもらっていた方が助かるよ。なんでだ？怪異っていうのは恐れられれば恐れられるほど力を増幅させるものも多いからだよ。でもそんなに難しく考えなくて大丈夫。さて、君が肝試しに入ったという森はあっちの方かい？ああそうだ、あの日もこのコンビニに寄ってから行ったんだよな。案内する。そうして私たちはカンカンダラのいるという森へと向かったんだ。ところで、どうして一人で肝試しなんかしたの？バカな理由だと思うだろうが、動画でバズろうと思ってさ。立ち入り禁止区域があるこの森ならいい雰囲気出ると思ったんだよ。立ち入り禁止にされるってことは何かしらの理由があるんだよ。タツキっておバカちゃんなんだね。うるせえ。おい、聞こえるか？うん、いろんな音がするね。枝が折れる音、落ち葉を引きずる音、誰かが私たちを見張ってついてきているみたい。俺が一人で来た時もそうだった。この森は妙な気配を感じるんだよ。さあ、まだ歩くぞ。もっと奥に行くと立ち入り禁止区域の入り口になる柵があるはずなんだ。あった、柵。この柵はいくら壊そうとしても頑丈すぎて無理だ。しかも触れる時、タツキが柵に手を伸ばした瞬間、耳が痛くなるほど大きな鈴の音が無数に響き渡った。
うるさい、何この音。どこから聞こえるかわからねえんだよ。すげえ気持ち悪いけど、俺はさらに先に進んだんだ。この柵をよじ登ってな。魔法を使えば壊すのなんて簡単だけど、なんとなくそうしちゃいけない気がして、タツキと一緒に柵をよじ登って乗り越えた。そしてすぐに分かったんだ。ここはさっきまでと空気が違うって。さらに奥に行くの？ああ、20分ちょっと歩く。そこは、こことは比べ物にならないほど異常だぞ。私たちは再び歩き始めた。俺さ、この森に入る前、カンカンダラについて一応調べていたんだよ。へえ、聞かせてくれる？見た目は、そりゃもう恐ろしい化け物で、腕が6本、下半身が蛇の女なんだ。でも、元はかなり力の強い巫女だったらしくて。巫女？そんな神聖な存在がどうして化け物に？昔、とある村が人食い大蛇に悩まされていた。そんな村を救おうと、一人の巫女が立ち上がったんだ。一生懸命戦ったんだが、巫女は大蛇に下半身を食べられてしまう。それでも村人のためと、巫女は戦い続けた。それなのにだ、村人はもう巫女に勝ち目はないと考え、あろうことか、大蛇と取引をしたんだよ。巫女を食わせてやるから、村をもう襲わないでくれ、と。うわぁ、人間の醜い部分がすごく現れているね。本当にな。大蛇はその取引を承諾。村人は食べやすいようにと、巫女の両腕を切り落とし、大蛇に捧げた。この取引は、巫女の家の者が画策したと言うんだから、ひどい話だぜ。なるほどね。それで恨みを抱いた巫女が、怪異になり果ててしまったってわけか。ああ。大蛇ではなく、巫女の呪いによって村人が次々死んでいった。みんな腕がなくなった状態で発見されていたそうだ。こうして巫女は、カンカンダラという異形の化け物になった。この先の空間は、そんなカンカンダラを封印しているらしい。その封印を、タツキが解いちゃったんだね。はあ、そうなるな。まさかガチの話だとは思ってなくてよ。封印を担当しているっていう奴らに、お払い的なこともされたけど、俺は助からなかった。でも、カンカンダラを再封印するのには成功したとかなんとか言ってたけどな。じゃあ今回はもう封印は解かない方がいいよね。それじゃあ、一発ぶん殴りたいって目的が達成されないじゃねえか。とはいえ、よく考えたら俺が悪いんだよな。キンキに手を出したんだから。封印の場所を観察したらおとなしく帰るか。お前の調査もそれで十分なんだろ？おやおや。案外冷静に物事を考えられる人なんだね。ぶん殴るなんて言うから野蛮なだけかと思っていたよ。バカは死んでも治らないって言うが、俺の場合少しはバカが改善したのかもな。私とタツキはそんな会話をしながら、カンカンダラの封印されている場所へたどり着いた。でもね、おい人がいるぞ。6本の木に締め縄が張られ、さらにその6本の木を6本の縄でくくった六角形の空間の真ん中に、賽銭箱のようなものが置かれていた。箱の中には四隅に置かれた壺のようなものと、5センチほどの楊枝のようなものが見て取れる。その楊枝を若い男性が触っていたんだ。君、何してるの？それに触るんじゃねえ！うわ、びっくりした。お前たちも肝試しか。でも、あいにく怖いものは何も。男がヘラヘラしながらこちらを向く。すると、その後ろから現れたんだ。カンカンダラだ。え？それは話に聞いていた通り、腕が6本、下半身が蛇。にんまりと嫌な笑顔で笑う女の顔は、積年の恨みのせいもあってか、ひどく歪んで見えた。お前、そいつの下半身を見るんじゃねえぞ！タツキによると、カンカンダラの下半身を見てしまうと、本格的に呪われてしまうらしい。見なければ命が助かる可能性もあるけれど、タツキは見てしまったから命を奪われた。あの楊枝のようなものが封印にとって重要なものだったらしく、若い男が触ったことで封印は解けてしまっている。来るな！男は一目散に来た道を逃げていく。タツキ、君も逃げて。お前はどうするんだよ！これでも食らえ！私は魔法で作った光の弾をカンカンダラに向けて撃った。これで倒れる、そう思ったんだ。でもなぜか、カンカンダラに聞いている様子はない。なんで、まさか！私はさっきタツキに言ったことを思い出していた。
怪異は恐れられれば恐れられるほど力を増幅させる。逃げていた男はカンカンダラにものすごい恐怖を抱いていた。そして実際に命を奪われたタツキも、おい、もう逃げよう。お前の魔法も効かない相手を殴るなんて無理だ。ちょっと。タツキは私を抱きかかえて逃げた。カンカンダラは恐ろしい笑い声を上げながら追いかけてくる。さっきの柵のところまで来た時、先に逃げたはずの男が気絶しているのが見えた。はあ？こいつ何やってんだよ。恐怖のあまり気を失っちゃったんだ。置いていくわけにもいかねえが、さすがに大の男をおぶったまま柵を越えるなんて無理だぞ。仕方ない。私はタツキに下ろしてもらい、魔法で柵を壊した。おかげでタツキが男をおんぶし、立ち入り禁止区域から脱出することができたんだ。でもこれで解決するわけじゃない。なんて言ったって、カンカンダラが出てこないように作られていた柵を私が壊しちゃったんだから、カンカンダラも私たちを追いかけて外まで出てきてしまうはずだ。下半身を見ると呪われるといういわくのある怪異をまさか外に解き放ってしまうなんて。しかし幸いなことに今は真夜中、しかももともと人通りの少ない土地だったこともあり、人間の気配はなさそうだ。はぁ、さすがにもう疲れた。このままじゃ死んじまう。君はもう死んでるから、なかなかなブラックジョークだね。そんなこと言ってる場合か。おい、お前起きろよ。タツキが背負っている男性を怒鳴りつけた。うわ、目覚めたか。お前ちゃんと自分で走って。そうだった、俺は追われてるんだった。じゃ、男は猛ダッシュで駆けていき、光のある方へ行ってしまったんだ。私たちは人のいない道を選んでいたのに。おい、そっちにはコンビニが。不気味な声は男の方に向かっていく。封印を解いた人間をメインターゲットにしているらしい。おい、バンニー、あいつを追うぞ。そうだね。カンカンダラよりも早く私たちは男に追いついた。明るいコンビニに安心したのか、さっきよりも少しだけ落ち着いた様子だ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。なわけないだろ。早く人がいない場所に移動して。言い合う私たちを見て、レジの店員さんがポカンとしている。それもそうだ、真夜中に男2人、子供に見える私1人なんて普通の状況とは思えない。あの、お客様、一体どうしたんですか？ごめんね、すぐに出ていくから。二人を引っ張って立ち去ろうとした時、お客様、全員下を見てください。今から来る方と目を合わせないで。突然店員さんが大きな声でそう言った。私たち三人も反射的に下を見る。すると一人の男性がレジの前までやってきたんだ。新しく入店してきたお客さん、そうとしか思えない。それなのに、なんで店員さんはこんなに怯えているんだろう。しかも、目を合わせるな、なんて。いらっしゃいませ。こんにちは、大井さんでーす。レジ前の客が急に自己紹介し始めた。なんだか嫌な気配がする。大井さんと名乗ったその客は、やけに無邪気で奇妙な声で話している。タバコとこのガムと、あと唐揚げちょうだい。わかりました。それから、ここにいる人たちの命、ちょうだい。は？今この人、とんでもないこと言ったんだけど。申し訳ございません。私たちは商品ではないので。震える声で店員さんが答える。そして気づいた。この大井さん、人間じゃない。カンカンダラのような怪異なんだ。そういえば聞いたことがある。どこかのコンビニには奇妙なものを要求する何かが現れると、そいつとは目を合わせてはいけないし、無視もできない。きっとこの大井さんがその怪異なんだ。私が大井さんに魔法で攻撃しようとした時、最悪のタイミングで現れた。そう、カンカンダラだ。みんな、このまま下を見ておくんだよ。絶対に奴の下半身を見ちゃダメ。私とタツキはとっくに見ているけど、人間じゃないから問題ない。でも封印を解いた男と店員さんは、その姿を見るととんでもないことになってしまう。カンカンダラと大井さん、その二つの怪異がいるせいで、私たちは身動きが取れなくなった。
まさか私とタツキだけ逃げるわけにはいかないし、これはかなりまずい状況だ。どうするんだよ。お前の魔法も効かねえし、大井さんってやつも今考えてるから。その時思いもよらぬ声が聞こえてきた。じゃあ、あの蛇女さんの命ちょうだい。大井さんだ。大井さんがカンカンダラの命を求めている。これはチャンスかもしれない。店員さん、いいよと答えて。はい。大井さん、その命を差し上げます。ありがとう。私はパッと顔を上げた。大井さんとカンカンダラの気配が移動したからだ。見るとコンビニの駐車場に怪異たちが移動している。タツキ、顔を上げて。他の二人はそのままで。はい。あの、これ大井さんが。店員さんが顔を下に向けたままこちらに何か差し出してくる。大井さんがレジに置いたというそれは変な針金細工だった。何これ。店長から聞いたことがあります。大井さんは命を欲しがってこういった針金細工を置いていくと。よく見るとその針金はまるでミミズのようにうごめいている。気持ち悪い。でもなんだかだんだん動きが小さくなるぞ。私はピンときて駐車場を見た。ちょうだい、命ちょうだい。やっぱり大井さんとカンカンダラが戦っているんだ。どうも大井さんが押している気がする。この針金とカンカンダラは連動していて彼女の状況を表しているに違いない。あいつら戦ってやがる。大井さんがカンカンダラの命を欲しがったからだ。うまくいけばなんとかなるかも。私は以前から怪異同士の戦いに興味を抱いている。今回はまさかこんな展開になると思っていなかったけれど、いい機会だ。しっかり見届けさせてもらうよ。カンカンダラが蛇の下半身を使って大井さんを締め殺そうとする。しかし大井さんはあっさりとすり抜けてしまった。まるで関節がないような人間では無理な動きだ。大井さんに狙われた人は本来事故などに巻き込まれて死んでしまうらしいんだけど、今回狙ったのが怪異ということで直接戦うことにしたんだろう。なんて激しい戦いなんだ。あ、大井さんがカンカンダラに飛び乗った。カンカンダラは体を大きく振って大井さんを落とそうとする。彼女も本来呪いで命を奪う怪異だけど、大井さんに呪いは効かないと踏んで応戦しているんだと思う。大きく口を開けたカンカンダラが大井さんの頭にかぶりついた。おい、動かなくなったぞ。しかも大井さんを丸飲みにしちまった。カンカンダラが勝ったってこと。カンカンダラの過去に同情する気持ちはもちろんある。だけど今は大井さんに勝ってほしかった。そうしないとここにいる人間たちの命が危ない。で、ちょうだい。一瞬の出来事だった。カンカンダラに飲み込まれたはずの大井さんが彼女のお腹を突き破って外に出てきたんだ。手元の針金はもうピクリとも動かなくなっていた。群れて命群れて。大井さんは楽しそうにカンカンダラの首を切り落とそうとしている。あれ、しかし硬かったのか切り落とすのは不可能だったみたい。でも命群れて嬉しいね。そう言って大井さんはいなくなってしまったんだ。カンカンダラ。タツキが駆け寄ろうとするとスーッとカンカンダラの体が消えてなくなった。終わったみたいだね。なんとか助かってよかったよ。私の魔法が効かなくても同じ怪異の攻撃は効いたようだ。一体何が起きたんですか。君たちももう顔を上げて大丈夫だよ。命が助かってよかったね。店員さんも大井さんが現れた時危険を知らせてくれてありがとう。いえ、僕は何も。そして肝試しをしてた君。はい。君のせいで人が何人も死ぬところだったかもしれない。もう二度とあんな真似はしちゃいけないよ。何人も死ぬなんて大げさなもんか。俺は実際あいつに、いや、なんでもね。だがこいつの言う通り危険な真似はもうするんじゃねえぞ。あと
念のためお祓いも行け。命が惜しければな。わかりました。私とタツキは封印を解いた男をカンカンダラを管理している人たちの元に連れて行ってお祓いしてもらった。カンカンダラは持ち回りで管理をしているらしい。柵を壊したことも謝罪すると大急ぎで修繕してくれるとのことだった。え？カンカンダラはもう倒されたんだから封印の必要もなくなったんじゃないかって？それがそうでもないんだ。コンビニを出るとき、私は店員から大井さんが置いていたあの針金細工を引き取っていた。しばらくは全く動かなかったんだけど、やがて元通りうねうねと激しく動き出したんだ。カンカンダラの命と連動している可能性を考えると、これって彼女が復活したってことだよね。さっきはたまたま負けたけど、カンカンダラは死んだわけじゃなかった。封印されているあの森で今も生きているんだ。俺は恐ろしいもんに手を出してしまってたんだな。死ぬのも仕方がなかった。もしあの時に戻れるなら、もう肝試しなんてしねえよ。あの時に戻ってあげたいけど、そうもいかないからね。タツキ、君は死んだってことで反省できた。闇の世界もなかなか過ごしやすいよ。もちろん転生したいならいつでもできるし、ここで新しい人生を満喫していったらいいよ。はは、ま、そうだな。で、なんでまたあの森に行くんだよ。タツキやあの男性のように封印を解く人が現れないよう結界を張ろうと思ってね。そんなこともできるのか？ふふふ、君も練習すればできるようになるかもね。森が終わったらあのコンビニにも行こう。大井さんが現れないようにする魔法をかけてあげるんだ。これで怪異によって殺される人間が減るかな。時の番人ってすげえんだな。